はいどうも、ゆうぴかです。本日はドラゴンクエストビルダーズ2の動画アップしていきたいと思います。そして僕の横に友人で相棒の彼が来てくれています。はいどうも、ヨーダです。はい、今回はですね、もう去年の年末からやっています友人ヨーダの建築の一部をですね、ご紹介していきたいと思います。実はね、僕がサムライドの実況をやってる裏でね、ちゃんとビルダーズはね、皆さん安心してください、やっております。なんか室内でさ、あの水を入れた場所がこの裏側にないか。あります、あります。今こう多分この下ちょっと見えてるんですけど、穴開いてるじゃないですか。はいはいはい、はい、まあここちょっとスタッフルームが入っていただいて、はい、にくいな、あったあった、ここだ、ここなんですけど、こんな感じでね。いや、なんかやろうとしてる感がわかるよ。魚とかなんか下にね、こうやって泳いでるのをね、イメージしたんだけど、お魚いないからね。しょうがないでしょ。俺があの、水族館パック持ってないですからね。お店というか、これ、なんて言うんだろう。ここは何ですか、これは。もうデパートかな、はい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 、商業施設ですね、はい。自分たちのさ、出身のとこにあるね、あそこをイメージしたんだけどね、若干。どこ？あ、いいよ、カットするから教えて、どこ？あそこ、あ、じゃあ近いじゃん。なるほどね。繋がってんじゃん、あそこだって。はい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 、あ、なんか繋がってんだぜ、意外と。その1階の方って。だから、まあ、確かにそれ、それは言ったら、あの、バレちゃうじゃん。バレちゃうね。そう、この上からが、ヨーダ君の最新作のエリアになってますので、そこをちょっと、じゃあ紹介してもらおうかな。はい。まあ、こちら側が、こうやって上がっていただいて、ね。階段もしっかり作っていいじゃん。うん。ちっちゃいけんなで、まあ、こちら行きまして、柱があって、おー、なんか見えてきたと思うんですけど、はい、これね。いいじゃん。はい、これ何ですか？こちらは、フードコートでございます。おー。あのね、やっぱフードコートってさ、ほら、お店が、まあ、イメージしてもらうんだったら、ああいうパーキングエリア。うんうん、あそこみたいにこうやって、中厨房同じなんだけど、出してるお店ほら違うってなるじゃん。はい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 。のをイメージしたんだよ、これ。はい。まあ、デパートもなんかこんな感じでなってるよね。なんかお店があって、どこどこ、どこどこっていうなってて、ああいう、ここで、まあ、こういうところで券売機買ってさ。お店が並んでるとこね。同じエリア内でね。そう。で、後でホピーってなって、取りくださいって取りに行ってっていう。で、はい、ほら、置いてさ。まあ、こうやってお肉も置いてあったんだけどね。こうやってテーブル。ここなんだけど、これ食器置いたんだけど、まあ、ほら、返却口。はい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 、はい。お店やって返却口。で、ここで返却してもらって、はい、こちらから中に入っていただくと、はい、こうやってキッチンがね、二つもあって。いいね。で、このね、ちょっと浮いてる草が貫通してるんだけどね、これ。まあ、こういうふうに、まあ、食料品とか置いてあってっていう、まあ、結構ね、ここら辺も考えてね、作ったもんね。まあ、包丁とかもあるし、まあ、バナナとかって、ほら、ここに。こういうフルーツ、フルーツ系がね、ありますと。っていうのをまあイメージしたんですけど、はいはいはい、まあなかなかね、いい感じに作れたかなとちょっと思ってますね、自分。で、こちらなんですけど、まあちょっとね、あの、まあ水道合体しちゃったんですけど、ここ、なんだと思いますか？え、ここはなんだろう？え、これ何？多分ね、僕たちにはね、あんまり、なんだろう、その、あんまり縁がないんですけど、はいはい、喫煙ルームってわかる？なるほど。ほら、このちょっと、この狭っ苦しい感覚でさ、はい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 。ありますね、ありますね。で、ここにダクト側ね、まあ、つければいいんだけど、まあ、あってっていうのをね、イメージしたんですよ。こうやって、ちょっとほら、こんな、こんなね。確かにね、今、喫煙するスペース、狭いですからね。狭いよ、もうほんと。肩身狭いから。なるほどね。そういうところもこだわったんだ。はい、そう、こだわりました。はい。で、次なんですけど、はい、はい、こちら、なんだと思いますかって言ったらもうわかると思うんですけど、トイレかな？トイレですね。はい。ちゃんとしたね、この男女共用トイレみたいな感じになってます。多目的トイレかな？はい、多目的です。多目的ですね。センシティブですね。センシティブですね。アンジャッシュですね。はいはい。まあ、こんな感じで3つでね、ちょっと作れる範囲でこれ作りました。うん。で、奥の方は何もなくて、ここ。ここは何ですか？手洗い場なんですよ。はいはいはい、はい。ちゃんとね、こうやって踏み台があって、ちゃんと手が届くように、ほら。キャラの頭身に合わせてね。はい。ここでちゃんと手洗ってねっていう。で、隣にタオルが、ね、拭いてくれと。で、ちょっとほら、こんな感じのさ、ちっちゃい電球あってさ、薄暗いんだよ、こういうところ。そうね。なんか、このトイレはちゃんとこう、大理石っぽくしたのは、やっぱ理由が
あるの？やっぱね、トイレって言ったらこういう白いさ、壁じゃないか。ああ、確かに。絶対に。うん、どこ行ってもほら、こういう白いさ、うん、壁で作ってあってさ。うんうんうん。で、まあこちらの方は掃除用具のね、ああ、なるほど、ね。ものが入ってますと。はい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 、はい。まあこれ、衣装ロッカーなんだけどね。そうなの？はい。こちらは何でしょう？こちらは、これ、よくデパートであるじゃないですか。うん、トイレのすぐそことか、エレベーターのすぐそこに。フロアマップ。正解です。ああ、なるほど、ね。ほら、似てるじゃん、こんな感じ。まあ、確かに確かに。あのトイレの外でちょっとね、あの一緒に行ったやつがトイレ行ってる間に待ってて、うん、その時にこうフロアマップを読んだりとかするよね。してる。だからこうちょっとこの辺にこうやって手持ち無沙汰でいてさ、うん、で、なんかこう、暇したなと思ったら、こうやってチラッとずっと見てるっていうさ、で、何してんだって、戦われるまでが、まあ一つのセットだよ。そうね、その一連の流れがね。そう。うん、っていうさ、はい、はいはいはい。まあこういうのをイメージしましたと。うん、まあ一応ね、こんな風に、結構時間かかったんだけど、うん、まあこの辺しかできなかったっていうのかな。まあそうですね、僕らもその会うために毎回ねビルダーズやってるわけではさすがにないので、はい、ちょっとねあの時間がかかってるんですけど、まあちゃんとねこういった作業をヨーダ君もやっているよということで、まあ今回ドラゴンクエストビルダーズ2の動画久々に上げました。はい、それではご視聴ありがとうございました。